皆さんご苦労様です。 鴨川地区合同祭典が平成という年号の最後の年、今日ここにみこし、山車、屋台が非常に開始まして出会うことになりました。皆様方の強い要請で鴨川の駅前で、賑やかに じゃないかという案で、出まして、協議を重ね、そして関係機関のご理解とご協力をいただきまして、こうして実現できました。祭りはこの地域の人たちが互いに楽しみ、祝い、持つということで、 さらにこの日を高めるという大切な行事でもあります。さらに祭りはその地区の文化を次の世代に継承していくという大切な役目もあろうかと思います。どうぞ皆さんこれからも祭りによろしくお願いいたします。今夜の 10時見合いということになっておりますけども、それまでかつ大いに皆さん楽しんでやっていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。それでは乾杯の発声を兼ねて鴨川市長田宮神社様よりご挨拶をお願いいたします。 ご紹介いただきました田宮です。本日この本当に鴨川地区合同祭、このように素晴らしく盛会に開かれましたことをまずは心からお喜び申し上げます。そしてこの役員の方々、またあの神社の方々、本当にありがとうございます。これだけ赤ちゃんから小学校から中学校からお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん みんな集まってこんだけでっかいことができるってことは、鴨川市は絶対にこれから伸びるということをみんなと一緒に作っていきたいなというふうに思います。この今日の祭りを起点に神様にも皆さんの思いが通じたと思います。これから1年間、今日からまた1年間、皆様が健康で、そして鴨川市皆さん発展しますことをご記念申し上げまして、乾杯をしたいと思います。それではご紹介します。 乾杯！ありがとうございました。今日どうもありがとうございました。続きましてこのまま手締めの発声を、小柴本部長にお願い申し上げます。それでは皆さん3本締めで締めたいと思います。ご唱和ください。 よー！ それぞれの担ぎ手生の皆さんが心一つに一斉に上げていただく少しの総上げは鴨川では初めてのことでございます。平成最後の年を生きながら新しいことが始まっていく、そんな鴨川の祭りの様子を皆さんと共に盛り上げていただければと思います。松井太平さん、野口忠さん、水野博之さん、ご準備お願いいたします。ご準備よろしゅうございますか。中央にご注目が集まっているようです。途中で途切れなく進めますので、あらかじめお名前をご紹介させていただきます。担ぐところは日枝神社の松井太平さんにお願いします。続きまして、刺す部分、刺す時には諏訪神社の野口忠さんにお願いします。そして巡行横須賀八雲神社の水野博之さんにお願いします。さあ、それでは皆様のご注目の中、鴨川最大の祭りでございます。松井さん、よろしくお願いします。最後の祭り駅を背に次々とみこしが出発する中、中央に入ってまいりました諏訪神社のみこしでございます。みこしすべてが出発しました後、白旗港にあります獅子舞のご披露の後、みこし、山車の共演となります白旗神社にございます獅子舞のご披露皆様にご案内を申し上げます。みこしがそれぞれ出発をいたしました。地元横須賀港のみこしが残っておりますが、横須賀港のみこしはこの後太鼓教演の後女みこしのご披露となります。しばらくただいまの日で横須賀港はストップをさせていただきます。駅構内中央におきまして、ただいまより獅子の披露どうぞ皆様存分にお楽しみください。横須賀島の音楽模試はその後用意したね。最高だね。だからお前の分が閉まってる。 Thank you.